皆さんこんにちは。杉良太郎さんは100万枚を超える隙間風のヒットで有名ですよね。それになんといっても塩山の金さんで主演を務め、杉良太郎さんの代名詞となりましたね。若い頃からかっこよかったですが、年を重ねてもその色気はどんどん増しているような気がします。同年代の女性からはもちろん、年下の女性からも杉様なんて呼ばれたりと大人気です。今回はそんな色男である杉良太郎さんについて調べてみました。また杉良太郎さんが病気で死の危機に陥ったことや略奪婚について、別居で離婚中なのではないかという噂、これらについてもまとめてきましたので、是非最後までご視聴ください。まずはプロフィールからご紹介します。愛称杉様、本名山田勝弘、生年月日1944年8月14日、身長178センチ、出身地兵庫県神戸市、最終学歴高浜海院学校中退、所属事務所株式会社杉友。次に病気にかかったことについてご紹介します。2015年12月に俳優の杉良太郎さんが心臓弁狭窄症を患い、大動脈弁の置換手術をしました。その後都内で行われた日本心臓財団のプレスセミナーのトークセッションに出席。8月には重度の肺炎のため死の危険にさらされたことを明かしました。杉良太郎さんはテレビ撮影のため和歌山を訪れましたが、発熱のため喋れない事態となり、人生で初めて死ぬと思った、奈落の底に落ちた感じだったと言います。帰郷後に心不全から来る肺炎、1日遅れていたら死んでいたと診断されていました。通常3平方センチ開く弁が1平方センチしか開かない状態で1週間入院しました。杉良太郎さんは結局12月に手術を受けました。前日まで TBS ドラマ「下町ロケット」の撮影があり、共演した歌手吉川晃司さんが NG を連発したために収録が午前1時30分まで押したといいます。その間に心臓の具合が悪くなった、吉川晃司に殺されそうになったとジョークで振り返りました。現在も1日3回薬を飲んでいるといいます。その後肺炎に関する情報は出ていませんので、回復に向かっていると考えて良いでしょう。続いて杉良太郎さんと妻伍代夏子さんの再婚は略奪結婚だったという噂についてご紹介します。大物カップルの誕生と大きな話題となった杉良太郎さんと伍代夏子さんの結婚。当時杉良太郎さんが前妻と離婚したばかりだったことから、祝福する声ばかりではなかったようです。杉良太郎さんはこれまでに2回の結婚を経験しています。最初の結婚は1972年のことで、妻は山田信子さん。山田信子さんは元女優だったそうなので、何かの作品で共演したことが縁となり結婚したのかもしれません。すでに一般人のため残念ながら情報はありませんでした。結婚を機に家庭に入り、杉良太郎さんを支え続けたのだと思われます。杉良太郎さんと山田信子さんの間には一男二女と3人の子供が誕生しています。長男は俳優の山田純大さんです。半沢直樹などの人気ドラマに出演し、なかなかのイケメンで注目の2世俳優でもあります。杉良太郎さんは結婚から26年後に離婚してしまいます。離婚した翌年に演歌歌手の伍代夏子さんと再婚ということで、現在の杉良太郎さんの妻は伍代夏子さんです。1972年に女優の山田信子さんと結婚した杉良太郎さん、結婚から26年後となる1998年に離婚してしまいますが、一体何が原因だったのでしょうか。公式には長年連れ添ったがゆえの倦怠期が離婚の理由だそうです。ですが本当の離婚原因は別にあると言われています。杉良太郎さんと前妻の離婚原因としてささやかれているのが伍代夏子さんによる略奪。前妻と離婚した翌年に杉良太郎さんが再婚していることから、このように言われているようです。交際から1ヶ月で結婚を決めたそうですが、離婚から再婚まであまりにも早すぎるため、不倫を疑われても仕方ない部分もありますね。五代夏子さんの略奪だったという見方と、杉良太郎さんの方が積極的にアプローチしていたという情報もあり、真相は分かりません。前妻との本当の離婚原因がいつの日か明かされることがあるのでしょうか。紅白歌合戦に22回の出場歴を持つ大物演歌歌手の五代夏子さんと再婚した杉良太郎さん、大物俳優と大物演歌歌手の結婚ということで、当時は大きな話題となりました。結婚当時、杉良太郎さんは55歳、五代夏子さんは38歳という18歳も年が離れた年の差婚ということも話題でした。そんな2人が出会ったきっかけは、五代夏子さんが踊りの先生に連れられて杉良太郎さんの舞台鑑賞に行ったこと、五代夏子さんが観劇に来ていることを知った。杉良太郎さんは楽屋に招き入れたそうです。その後も友人を交えて何度か会っていたそうですが、たまたま2人きりになったことがあったそうです。2人きりになったことで互いを強く意識するようになったのか、それからは電話で毎日話すようになったんだとか。杉良太郎さんと五代夏子さんが出会った正確な時期は分かりません。ですので、まだ前妻と結婚していた時の可能性もあります。結婚しているにもかかわらず毎日電話で話していたとなると、奥さんは良い気がしないでしょう。そのことが倦怠期の原因となったのかも。結婚と離婚を繰り返す芸能人は少なくありません。杉良太郎さんには同じ過ちを繰り返してほしくないですね。五代夏子さんは演歌界を代表する美人演歌歌手として知られています。東京都渋谷区の出身で、1961年12月18日生まれですので、2023年は63歳になります。今でも年齢を全く感じさせない色気がありますね。五代夏子さんは意外にも苦労人で、何度か改名を重ねていて、現在の五代夏子として1985年に再デビューするまで売れない時代を過ごしています。五代夏子としてからは1990年代に「忍ぶ雨」が大ヒット、2000年代に入ってからは「独り酒」や「満月」など数々のヒット曲に恵まれました。私生活では杉良太郎さんとの結婚当時、 C 型肝炎を患っていたことも話題になっています。そのため妊娠できるか不安で結婚をためらっていたという五代夏子さんですが、2人で頑張っていこうという杉良太郎さんの一言で結婚を決意しました。その後、効果的な薬が開発され、 C 型肝炎は完治したとのことなので、本当に良かったですね。2人の間に子供は恵まれませんでしたが、なんとベトナムに子供が152人いるんだとか、かなりの衝撃ですが、これは杉良太郎さんがベトナムで支援活動を行っていて、親のいない子供を里子にしているためです。このように夫の杉良太郎さんと共にボランティアや慈善活動も精力的に行っているようです。こういった活動に対し売名や偽善行為などと言われてしまうこともある2人。しかし杉良太郎さんはあえて「売名行為でやってるのでどんどん記事にしてください」と声を上げています。誰に何と言われようが信念を持って活動しているところは本当にかっこいいですね。五代夏子さんは今も定期的にコンサートを行っています。杉良太郎さんのプロデュースで新歌舞伎座公演を行うなど、結婚から21年が経っていますが、夫婦仲は良好のようです。そんな五代夏子さんですが、性格はというと江戸っ子らしく竹を割ったような性格で、とても男性的なんだそうです。夫の杉良太郎さんが語っているので間違いありません。またとても情に厚い性格でもあり、後輩の演歌歌手に対しても面倒見が良いそうです。152人のお父さんとお母さんというのには驚きましたが、夫婦で地道な活動を続けているので、もっと称賛されてもいいのではないでしょうか。しかし杉良太郎さんについて調べてみると、実は杉良太郎さんと五代夏子さんは別居中で離婚間近ではないかという情報もありました。ここからは離婚の噂についてご紹介します。ネット上では杉良太郎さんと伍代夏子さんの離婚について気になっている方がいるようです。伍代夏子さんは初婚なので離婚歴があるとすると、杉良太郎さんと伍代夏子さんが離婚しているということになってしまいます。伍代夏子さんと夫の杉良太郎さんは別居しているのでしょうか。結論から言うと、別居はしていません。離婚も全くもって秒読みではありません。徹子の部屋でも一緒に生活されていることが伺える発言もしています。伍代夏子さんが結婚するとき、伍代夏子さんが持病の C 型肝炎を告白したとき、一緒に病気と戦っていこうと言って結婚したそう。杉良太郎さんは妻である伍代夏子さんの病気を理解し支えていらっしゃいます。ではなぜ伍代夏子、杉良太郎別居というワードが検索されていたのでしょうか。伍代夏子さんと杉良太郎さんはおしどり夫婦として有名で、今までも離婚危機や別居報道などはありません。調べましたが出てきませんでした。なぜそのワードが検索されたかはっきり分かりません。2015年末に杉良太郎さんが病気で手術をした際に、2016年のお正月は杉良太郎さんが療養のため、2人は別々の場所でお正月を過ごしました。その時のニュースの見出しが、伍代夏子夫杉良太郎と別々のお正月なので、タイトルだけ見ると別居と思う人がいてもおかしくありません。ニュースの内容は、別々のところにいても電話は欠かさず仲良しっぷりがわかるニュースでした。ただ杉良太郎さんに関しては別居というワードが当てはまる出来事がありました。杉良太郎さんは伍代夏子さんと結婚する前に信子さんという前妻がいました。杉良太郎さんは1998年に信子さんと離婚しており、離婚の前に別居をしていました。別居報道がされた半年後には信子さんと離婚、その1年後に伍代夏子さんと結婚しました。杉良太郎さんと前妻との子山田純大さんの結婚式も伍代夏子さんと出席しています。実際には杉良太郎前妻別居ということでした。いかがでしたか。今回は杉良太郎さんの過去の肺炎についてや略奪婚について、別居で離婚中であるという噂についてまとめてみました。杉良太郎さんの今後の活躍を期待しましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。